皆さんこんにちは、ナートです。さあ本日もですね、キャンプ場に野外料理やりに来てるんですけども、最近ね、俺オリジナルソース、手作りソース作りにちょっとハマっておりましてですね、いつものようにステーキ焼いていくんですけども、そのステーキにつけるソース、今日はね、大葉をメインにしてさっぱりと大葉ソースでステーキを食べていこうと思います。本日使うお肉がこちらです。こちらは栃木霜降り高原牛のザブトン、約 270g ですね。綺麗な霜降り入ってるでしょう。これね、厚さも結構なもんですよ。ザブトンというのは肩ロース肉の一部で、この肩ロースをね、ずっとさばいていくと、その中の一部にね、サーロインみたいなすごい脂の乗った部分が出てくるんですって。それがザブトンです。赤身の多い肩ロースの中でも大トロと呼ばれるような部分ですね。はい、そして大葉ソース作りに使う材料がこちらです。まず大葉2束がっつり入れましょう。で、肉に合うネギと玉ねぎ、そしてオリーブオイルと塩ですね。よし、ではある程度材料がすれたら、ここに塩、そしてオリーブオイル、これで手作り大葉ソースの完成です。では続きまして、肉の下味をつけていきましょう。塩コショウ、よし、これで OK です。いよいよ焼きに入りましょう。ごとくセッツ、そして網セッツ。本日はこちら鉄フライパンで肉を焼いていきます。
よし、そろそろいいかな。では、あげます。この状態でだいたい10分から15分ほど置いて肉汁を落ち着かせます。はい、お待たせいたしました。座布団ステーキ大葉ソース添えでございます。では完成ということでいただきます。まずはそのままいただきましょう。いい肉だねこれ。いただきます。めっちゃ柔らかい。うわうまー、この肉口の中でね、じゅわーっと脂が溶けてきて、もう肉の繊維がほぐれていく感じ。脂がすげー甘くて美味しいです。で、やっぱり脂が乗ってる肉なので、これにね、大葉ソースをつけてさっぱりいただこうかと。いただきます。大葉の香りうま香りうまってなんだよ。うわ、大葉の香りめちゃめちゃいいね。肉にすごく合う。もちろん玉ねぎとネギもいい香り出してくれてるんだろうけど、なんか大葉の香りがやっぱすごくいいですね。一番軸になっててね、ソースとしては大成功だと思います。そしてその爽やかな香りが肉にめちゃいいね、合うね。この大葉ソースプラス醤油なんてどうでしょう。あ、醤油めちゃめちゃ合いますね。これ塩なしにして醤油と大葉ソースだけでも良かったかもしれないですね。やっぱソース作るときにすでに塩を入れて、その上でね、醤油つけるとちょっとね、しょっぱいです。でもこれわさび醤油に負けてないぐらい美味しいっすよ。わさび醤油、からし醤油でね、肉を食べるのはもう定番ですけど、そこにね、大葉ソースなんてたまには食べてみても美味しいんじゃないでしょうか。めっちゃ爽やか。はい、というわけでごちそうさまでした。完食でございます。大葉ソースいいね、すげー美味しかった。まあ、ただやっぱね、この大葉ソース作るとき、あの塩を入れたのは失敗っていうか、まあ別に味はいいんですけど、どうせ大葉ソースを作るんであれば、俺いろんな味楽しみたがりなので、塩を入れずにオリーブオイルと野菜だけでソースを作って、別の味付けとして醤油を添えたりとか塩を添えたりとか、あとポン酢なんかも合うんじゃないかなと思います。いろんな味を楽しみながら、大葉のね、いい香りと一緒に肉を食べたら、脂の多い肉もね、赤身の肉もめちゃめちゃ美味しく食べれると思います。ぜひぜひ皆さんお試しください。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。また会いましょう。